世論調査によると、消費税増税に伴う家計支出の見直しを考えている人の節約項目で最も多かったのは食費だった。だが、お金のプロはもっと削るべきところがあると。時事通信が実施した生活のゆとりに関する調査が3月に発表された。注目すべきは、家計を管理することが多い女性の 65.5% が消費税増税によって支出を見直す必要を感じていること。家計を見直す場合、どのような支出に影響があるのか、幅広い層に調査、複数回答しました。59.4% と最も多くの人が節約対象としたのは食費で、外食、旅行などの娯楽費 39.5%、 水道光熱費 37.6% と続きました。時事通信世論調査担当者、そして生活に直結する日用雑貨の購入費、衣料品や宝飾品の購入費などを対象にしている人も多かったことが分かった。日々の家計相談を受ける中で感じるのは、せっかくガス、電気が自由化されたのに、多くの人が各社の料金プランやセット割を比較検討していないことです。そう話すのは、家計の見直し相談センター相談員で、ファイナンシャルプランナーの藤川太さん、50。まずは、過去1ヶ月、1年分の電気料金とガス料金をチェックしましょう。次に、エネチェンジや価格 .com などの比較サイトを利用して他社の料金を確認。電気代が月1万円以上の家庭なら、他社に乗り換えることで 15% 程度は安くなるでしょう。私の場合、電気代が月3万円かかっていましたが、電力会社を変えたことで年間7万円近くも安くなりました。変更手続きもネットで簡単にできます。冒頭の世論調査では、31% が衣料品や宝飾品の支出を見直すと回答していたが、それも購入先を変えれば問題ない。服でもバッグでも、今後はメルカリなどのフリマアプリを利用した個人間売買がトレンドになるでしょう。何より消費税がかからない。生活必需品を返礼品にしているふるさと納税も一つの選択肢となる。1万円でお米15キロが届いたり、1万1000円でティッシュ60箱が届いたりする自治体があります。返礼品が寄付額の3割以内となりましたが、まだまだ助かります。また同じ格安スマホでも、藤川さんによれば、さらにお得な選び方があるという。量販店で契約すると、いろいろオプション料金が気になることも。私はネットでドコモからビッグローブに契約を変更。本体を変えずに格安 SIM だけ入れ替えたのですが、通信料が1ヶ月8000円から2000円台になりました。これは消費税増税分 2% 以上の節約が期待できるかも。